どうも東京トニーです。今回はチャオの付録から矢上千歳先生のデキャイロワイヤルを塗っていきたいと思います。で、塗っていくわけなんだけど、ちょっとこの人には今回貧乏くじを引いてもらおうかなと思ってます。というのもやっぱね、いろんな影の塗り方をしたいので、その中で、まあ、一番難しい塗り方って言えばいいのかな、をやっていこうかなというつもりです。こういうね、感じに影ができる時があるんだけど、まあ、この影の塗り方ってね、結構可愛く見せるのが難しいというか、まあ、いい悪いとかじゃないんだけど、やっぱどうしても悪くなりやすい塗り方なので、まあ、東京トニーとしてもできたら魅力的に塗ってあげたらなと思うんだけれども、それもなかなか難しいかもしれないので、これの光り方っていうのはこっちの真横ぐらいからちょっと斜め前ぐらいになってます。まあ、夕暮れ時なんかのね、なんかちょっと写真とかに使えるような塗り方なんだけども、この部分がなんでこうなってるのかっていうと、まあ、この辺っていうのはね、頬骨の微妙な膨らみがあるんだよね。頑固って言えばいいのかな。まあ、厳密に絶対こうなるかって言われたら多分ならんと思うんだけど、まあ、この辺っていうのは昔からよくあるテンプレートだよねという塗り方をしてます。こっちの方実際こうなるのかまでは謎なんだよな。こっちの方はわかるけど、でこうあって、こっちの方、左側の方を影を結構多くしたいので、まあ、今回はそんな感じでやっていきます。ね、こうやってなんかこう全部影っていうのはなかなか珍しいよね。でも全部影だとやっぱ面白みがないじゃん。というわけで、もう一色ぐらいなんかどっかで使いたいなという気はするよね。こういう時っていうのはベースの色を変えてあげたらそれでいいと思ってるので、じゃあまあ、こことは別のもう一色濃い色をベース色で塗れたらなという気はしてます。こっちの方から光が当たっているので、まあ、こういう風にちょっとだけ残しました。全部塗っちゃうとね、やっぱメリハリがどうしてもなくなっちゃうので、まあ、メリハリを残すという意味でも、こういう些細な嘘っていうのは必要なんじゃないのかなと思う今日この頃。俺がその昔ね、見たイラストでガンタンクさんだっけな、今ちょっと消息不明の医師さんがいるんだけど、その人がね、手のひらで本来絶対できるはずのない影を入れてて、それがすごい衝撃的だったんだよね。え、なんでこんなところに影入れんのみたいな。でもそれをやることによって確かに手の立体感というものが増してるんだよね。あ、こういう嘘のつき方もあるんだなと、その当時東京都には勉強になったなと思いつつ、多分その人ね、アニメーターだったと思うよな。で、どうしようかな。ここは絶対残したくて、そう、全部は塗りたくないんだよ、こういう部分を。でもどこかんかは塗らないといけないという。で、ここリボンなので、リボンの下の部分っていうのは絶対に影ができてくるので、で、服に沿ってね、こうやって影を入れてあげたらいいんじゃないのかなという。で、リボンの下にも影があって、
でこういう流れだけだとなんかちょっとこういまいちなので、なんかこう一方的っていうのは良くないので、反対側からも影を入れてバランスを取りたいかなというのはどっかで思っとる。だから色鉛筆すぐなくなっちゃうかもしれんな、こんなことやってたら。東京都人は低所得者ゆえちょっと痛いのかもしれねえ、その鉛筆の減りが。この手の部分やっぱな、もうちょっと影しっかり残したいな。うん、そう、あくまで円柱であることということを頭の中に把握しながら入れていかないと、やっぱ影っていうのも生き方がいろいろ変わってくると思うので、出来合いロワイヤルのこの子たちってどんなキャラなんだろうね読んだことが一切ないのでわからないでござる。そう、付録に釣られて買っただけなので、でもね、付録に釣られて買っただけでもこうやってね、誰よりも今チャオを楽しんでいるという自負があるので、ちょっとなんか違和感がある影になっちゃったかなという気はするな。反省点。全体のバランスを見た時にどうなのか、顔の影がこんだけあるのにもかかわらず体ここまでってどうなみたいな、こんだけ影があってね、ということを踏まえると影って実を言うとこの辺ぐらいまであってもいいんじゃねえのかなということを今考えてます。こっからここまでもう全部影にしちゃう、いっそのこと。それはやりすぎで、まあいいと思うよな。そんでこういうところどころ要所要所だけなんか濃い影にしてみたいな、なんかこう夕焼けで私待ってるからってなんか言い出しそうな、なんかちょっとこう物憂げなシーンみたいなね。いや絶対そんなこと思っとるシーンではないんだけれどもまあまあまあ今回はね、で光がこっちから当たってるということを踏まえた上で髪の毛もこっちの方に光を重点的に当てていく。やっぱねそういうことができてくるようになってくると、いろいろと絵の理解度も上がってくるのかなと思う。今日この頃だったりしなかったり、ラジバンだり、そう、塗らない場所はちゃんと塗らないということを意識する。そう、全部塗るだけが色塗りじゃないので、どこまで残せばいいのかということをちゃんと踏まえて考えないと。そう、東京都にはね結構こうやってね細かい部分が分かりやすくなるように後でトレースしながら色を塗るので、そんでここにも影を入れてかんとね。そう、こういうことをやっとるときにね、この辺どうなっとんのみたいなね、なんかわかんないんだよね。その構造の把握をどうにかしたいなというふうに思ってる今日この頃だったり。まあ三つ編みとかはねもうめんどくさいのでちゃんとやると、三つ編みがなんでめんどくさいかっていうと、三つ編みって編み込んでるじゃん。ということはこの編み込みの形に入ってハイライトが入ってきたりとかするので、まあ、それが結構鬱陶しいんだよね。そのどういうことかっていうと、このこっちの方の三つ編みなんか今さこんな感じにあると思うんだけど、こんな感じでね、でこうかこんな感じでなってるっていうことはこの内側に折り込まれてるので、こういう感じでね光が入ってくんのよ、この向きに沿って。でもこれってねだいたい長さ的に厚さ的に3ミリぐらいかな、うん、5ミリはねえわ。
ってなってくると、そこそういうところに影をやっちゃうとちょっとめんどくさくなっちゃうので、光を。では今回はまあ省略していこうという所存でございます。はい。まあクレームは誰か別の人にお願いします。こんなことばっかり。いいんだよ、エッティは自由だから。そうそうそう。あとね、細かすぎるとね、結局見てもらえないよねっていうのもあったりする。別にそこそんな主題じゃないじゃんねみたいな。ここはちょっとこの縁の部分を濃く影にすることによって、そこだけ表現したいかなと思ってます。でこうしてこうして、絶対に残すな、絶対に光残したいんじゃということを言っておいて、まあ別にね、俺みたいな動画にガチで突撃してくるようなやつもいないだろうし、逆にしてきたらびっくりするわ、えっつって。アマチュアのこんな、なんかこう変な底辺絵師のところに突射が来てクレームを入れてくるみたいな。こうやって入れた時に、この辺っていうのはね、ちょっと難しい。難しいってなんでかっていうと、ここに光を入れるかどうするかっていう問題。まあ、東京都には今回入れたいかなと思ったんだけど、こうやってね、適当に青一色置いていくだけなので、もうこの子の髪の色とかもまだ現状は何も分かってないし、でここは本来ね、ここ影ができる場所なんだけど、全部でもここあえてちょっとだけ光を入れてあげます。まあこれが嘘だよね、嘘。なんでそんな嘘入れるのかっていうと、まあその方が見栄えがいいからです。まあでもできてもできる可能性もある、それとだけは言っておこう。髪の毛がこの部分が前にせり出してきてるっていうことをというふうに考えてたら、この部分の影にはならないので、なお、まあできる可能性はあるよとだけは言っておこう。まあこの動画を本人が見ることはないと思うので、まあこの東京都人の適当な解説を見られて、なんかいやそこそうじゃないですけどみたいな、マジレスされても困るので、まあそんなことはないでしょう。トゥトゥトゥン、んて、光を残したいんだよな。そう、色を塗るときっていうのはね、やっぱ物語性が重要だと思ってるので、みんなもさ、バッドエンドって多分好きな人いないと思うの。東京都にもなんか年を重ねてきて、だんだんバッドエンドが苦手になってきたんだけど、そう、やっぱね、ただ暗いだけっていうのはよろしくないのよ。だから色を塗るときとかでも、なんだろう、開放って言えばいいのかな、ただ暗いだけじゃなくて、どっかかんかで明るい部分をつけていかないと
やっぱそれって思いだけの絵になっちゃうので、で、茶を系の人に多い特徴かもしれんけど、髪の毛がやっぱふわっとしてて心地いいよね。で、少女漫画っていうのは結構源流に近いので、絵の基礎の、あ、待て、そう、少女漫画ってね、案外なんかこうみんなからいや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 言われがちなんだけども、実言うと結構絵の源流に近いんだよ。まあ、少女漫画がベースにあって萌え系ができて、その中で発展してってみたいな感じで考えていくとね、結構源流よ。じゃあ少女漫画っていうもの自体がじゃあどっから始まったのかっていうと、やっぱね、手塚治虫先生とかあの辺が、まあ普通の漫画だけじゃ食えないからという理由で、なんかこうお金稼ぎのために始めたんだけど、だからね、割と歴史自体は結構ある画風だと思うので、だ、少女漫画の絵柄をちゃんと知っておくと結構応用に効くのかなという気はするよね。まあ、応用が効かない画風っていうのは、じゃあどんな絵柄があるかって言われたらないような気もするんだけど、どうなんだろうな。カートゥーンネットワーク系統とかやっぱカートゥーンだしなっていう気はするし、でも線が単純っていうのは結構それだけで結構大きなメリットがあって、線が少なきゃそれだけ真似しやすいし、難易度も下がるし、ということは初心者の練習に最適になってくるよね。で、こう塗っちゃって、失礼、最近のとかすごいイガイガするんだよね。もう今も加湿器をつけてゴワゴワにしつつ絵を描いてる所存でございます。で、こう描いて、そうそうそう、で、こういうところにちょっとだけ影ができてくれると、まあ、それっぽく見えてくるので、だからね、こういうところだけ真似てもらえたらいいのかなという、なんだったらこれ全部かけてもいいっちゃいいんだけどね。まあ、この辺ぐらいの影っていう、赤っていうのはもうすごく濃い影なので、まあ、そういうことをうまく表現できたらなという気はするけど、ここも本来は全部影にしたかったんだけど、まあ、メリハリという意味でちょっとだけ残す。まあ、こうやって残しちゃうか。
ここも同じだよね。全部塗っちゃってもよかったんだけど、メリハリという意味で残しておく。でこの手の部分っていうのは当然ね、この手があるのでその関係上影になっていくと。この辺の動画とかっていうのも結構みんなに公表したら、公表するんだけども、何お前公表しないこと前提になってんだよっつって、なんかそのツイッターとかでね、 X の人とかに見せたらためになったりするのかね。ちょっとそれ実験してみたいな。これを見て果たして初心者がためになったというかどうかみたいな。まあでもな、対面でこんな感じの講座どうすかって言われたら、普通の一般的感性を持っている人ならば、うん、そりゃいいって言うだろうなという、この疑念よ疑念。どうっつって、いやダメだと思うよっていうやつはなかなかサイコパスよね。まあ、東京都に結構サイコパス的な一面があるので、そういうことを言うのまあまあ別に平気っちゃ平気なんだけど、そう、東京都民はいつも心に牙を持って生きていきたいと願っている、思っている、そんな生物でございまする。ざっとこんな感じでいいのかな。影自体もね、あんまりやっちゃうと、あーでも髪の毛全然足りてねえわ。あ、よし、今回過去一長くなるかもしれんな、チャオの付録で。というのも塗る場所が多いからね、単純に。そう、シンプルイズベストの発想よ。なかなか物憂げな感じになってきたよね、絵自体も。もう見てください、このくるくる塗り、くるくるくるっつってお前絵舐めとんかって言われんばかりよ。でちゃんと塗るの大変なんだもん。そんで東京都にはこのあとね、色塗りもあるので、あ、ここまでやる必要はないな、これは。ただ東京都には自己顕示欲が強いので、なんか俺こんなところまでやっちゃうんだぜという、やっぱね、やりすぎると重くなりすぎちゃうので、くる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 。でもな、このくるくる塗りもあんまりやっちゃうとな、ここあんまり影入れちゃうとね、この他の影がね、この部分がなんか単調になっちゃうんじゃねえのかなという、うん、まあでもいいんじゃねえのかな、やっぱ重たい雰囲気にしたいような、したくないような、微妙な年頃。まあこんな感じでいいんじゃねえのかな、とりあえず。やりすぎても重くなるし、ね、と言いつつ筆は止まらない。まあリボンちょっとぐらいはあってもなという、うん、まあ、ざっとこんな感じにしとこう。ざっとこんな感じになります。はい、塗り終えたのがこんな感じになります。こっちが色指定の方、じゃあ今回はこんなところで終わろうと思います。これを良かったら参考にしてください。じゃあね。